です。生まれは青森で埼玉で育ちました。私にとってアートは心の叫びであり、ないと命をつなげていくことができなくなるようなもので、私 の職業はアーティストであり、児童精神科医で、人間の感情と本質を探っていくっていうのが私の目標です。そういう愛と感謝の循環をアートを通して作っていきたいと思っています。ございます。ミトキハクジュです。岩手県出身です。今回は2点作品出させていただきました。木という黙るという字の木という作品と、あと和の精神という和という作品の2点出しました。私にとってのアートは、日常の生活の中の表現のツールとしてやっているので、今回の2つの作品も普段の生活でいつも考えているようなことを表現してみました。これからもそんな表現をたくさんしていきたいなと思います。のコンセプトとしては、人間の生命力だったり、その人間の中の感情にあるものを表現しています。自分に帰れるような、そういう空間を作れたらいいなと思ってます。
ありがとうございます。Thank you.